月刊メール編集部の金沢です本日も西岡勤先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今度は韓国なんですけれども、はい、前検事総長だったユン・ソンヨルさんがついに出馬宣言をいたしましたねあの6月28日に、はい、ユンポンギルというですね日本統治下で爆弾投げてですね,ね <laughs> 日本の要人を暗殺した彼らから見ると英雄、はい、日本から見るとテロリストが、はいはい の記念する記念館なんですけど、ええ、そこで記者会見を開いたんですね。 だからまあ、そういうい点でもでもすねユンソク・ソンヨルさんになったら日韓関係よくなるんじゃないかと日本ではいろいろ議論が出てますけれども、うん、まあどうかなというふうにまず場所からしてそう思う,っていうのがあ, <laughs> あるんですが、えー、あのそこでですね、えー、割と長い演説をしたんですね、はい、で激しい文政権批判をしました、うん、もう独裁だとかですね専制政治だとか言って。 必ず政権交代をしなくちゃいけないと彼らは自分たちだけで利権を分け合っていて偽善、うん、者だと自由民主主義を守ってないと自由民主主義の自由を取ろうとしていると、うん、放置を踏みにじってるということを繰り返し言ったんですね、うん、非常に正しい分析ですけど。し、うん、しか私は 彼が法治のことを言うのは信用できないという,、えー、いうふうに思ってるんです、はい、つまりこのユンソン・ヨルという人はけ、はい、検事総長だったわけですねこれは文政権に任命された、えーううね、検事総長だったわけです、うん、で、なぜ彼が任命されたかあ彼それほどね頭が良くないんですよ司法試験になんか九回か何か落ちてるんです、ね、んだから出世遅いんです、えー、本来ならね年齢は遅いわけです検事になったのが、うんうん あところが朴槿ネ政権の不正を暴く。ということで朴、えー、政権の時のおあるいは、まあ、ユン・ミンバク政権の末期の国情委員長が朴槿ネ大統領が当選した大統領選挙に介入したという疑惑があって、はい、その捜査を彼はやっててですねそれで左遷されたというの経験があって。だから 反<あ>パクだということで文在寅政権になってあるいは文在寅政権の前のパク・クネ弾劾のプロセスで、えー、特別検察官に選ばれて、うん、パックネ弾劾についての様々な捜査をしたんですね、うん、その時じゃあ彼が法律通り捜査したかと、うん、これ私何回も入れて書きましたけれども、はいね、あのパク・クネ大統領が今懲役後継で22年とか,な,んかな,なってますけれども。はい あのお主たる罪状はですね、うん、あの収賄罪なんですねつまり賄賂を受け取ったでも彼女は一線も受け取ってないんですんそれなのになんで収賄罪で弾劾されそして、えー、刑事逮捕され捜査を受けて、えー、そして裁判で有罪になったのかとユン・ソグョルさんたちが考え出した機械な論理があるんですね。ね ね、財産共同体という、うん、言ってあと目次的な政策、うん、政策っていうのは頼むっていう意味ですけども、ええ、あの請願のせいにあの委託の託ですけど、はいえー、ということを言ってですねあの、えー、チェ・スンシルという古くからのパックネさんの友人に例えばサムソン財閥が、うんえー、お金やあるいはそのチェ・スンシルさんの娘が、えー、乗馬の ナスラン選手でアジア大会でメダルを取ったような人だったんで、うん、高い馬をタラであげたということがパックネ大統領にお金を渡したと同じだとでざそれはあの経済共同体だからだしかし、うん、別にあのなんか親戚関係でもないし。 じゃあ共同の財産があるかといったらないし共同の銀行口座を持ってるからないわけです、うん、友達にお金渡したら <laughs> パク大統領の賄賂だって勝手に言うともうただそのパク・クルーさんを貶としめるために作り上げた、うん、そしてその賄賂には何か目的があるはずだとサムソンはあ相続問題があって、えー、株主総会などを乗り切るために、えー、大株主の国民年金公団に 便宜を図ってもらえたかったと、うん、それをパックネ政権に頼んだんだと言うけど、うん、頼んで証拠が出てこないわけですよ。うん、だから目視的正当と言って黙っていて、あの、ねね、黙っていて,いって,いてつまり頼んでないんだけど、<laughs> でも、うん、状況から言ったら頼んだはずだから、パックネさんは頼んだ頼まれたと思ったはずだと。うん、これもう。 法事なんでもなもうなんだろうな。証拠もないわけですよ。<laughs> <うん S 2> ただストーリーだけ取ったのに。それで。あのパックネさんを捕まえた人ですよ、うん。そ,それだけじゃなくて。今韓国の。国情院長経験者が。四人。有罪になってますよね,ね<え>。その。おお、罪状はですね。あのまあ、一人。ああの、イミョンバク政権の末期の。と 選挙介入でですすけどあと3人はですねこれ恒例なんですけども、ええ、国情院の予算を大統領府に転用したとそれはまあ日本でいうとあの官邸機密費みたいなもんですがそれを一部かあの大統領府に回したということでそれもですね朴槿恵大統領が個人的に賄賂をもらったと賄賂を出したのは国情員長だとなってるんです。だけど それは予算の付け替えであって、賄賂じゃないじゃない,、うんうん、ゃないですか、ね。でも、それ賄賂って知ってるわけです。うん、もう。めちゃくちゃなんです。でも、そじゃあ、なんでユンソンヨイルさんが文政権と対立するになったのか、うん。あの、実はですね、韓国で一番権力を持ってたのは誰かというと、大統領じゃなくて。うんえー、検察だという言葉なんですね。うん つまり大統領は5年の短期なんです、うん、一度になったら一期,、ね、期だけで次立候補できないわけです、えー、そうすると最初当選した時は前の政権の幹部を人気を上げるために逮捕すると、はい、でそれを検察をやるわけです,で,す、ね、でも政権末期になるとそうです、ね、自分とかあるいは自分の息子たちとかが逮捕されると。うんはい いうことが、それはもうええー、保守政権の時も、それから左翼政権の時も、ずっと続いていたわけですね。うん、で、検察だけはずっと権力を持ってた、うん。そうですね。確かに。だから検察が強いと。うん、でも、それに対してですね、文大統領は自分の師匠のノムヒョン大統領を自殺に追い込んだのは検察だと。うんうん、あいつらは許さないと思っていて、なおかつ自分が権力を持った後。 文大統領みたいになりたくない、はい、ということもあって検察改革というのを政治公約に掲げていたわけですねそ,で、はい、それをやらせたのはチョグクさんなわけですうん、うん、チョグクさんが設計したんですけどもそれで第二検察である公位、うん、公職者犯罪捜査所というのをもう作っちゃったわけです公職、ねね、所とい、ね、うね、ん、言われるやつですよねでもそれを作ろうとするという検察改革が始まった時突然ユンソンギョルさんは その設計者でのチョグクさんののスキャンダル捜査始めたチョグクさんがまあ激しい反日をあってたこともあってですね、うん、であまりにも彼のスキャンダルが、えー、自己中心的で子供の大学入試などについて不正をやってたり、はいえー、土地転がしみたいなこともあったりさまざまなことがあって、うん、左翼だと言ってたのに。 実は偽善者じゃないかって言ってみんなが怒ったので <laughs> その捜査をしたユンさんの人気が上が上ったと、はい、しかしそのユンさんが直後だけじゃなくて、えー、清華大,大統領府の幹部たちの不正を暴き始めたので、うんえー、法務大臣が指揮権を発動してその捜査をしている人間検事を全部飛ばすとか、うん、指揮権で捜査をやめろとか言ったと。そそしててれだけじゃなくて え法務大臣がユンさんを懲戒するとかって言ったとそれに対してえ裁判所にこの懲戒手続き無効申し入れたら裁判所がそれを OK したとか言うよなことがいろいろあってそれで彼の人気は上がったということですけど私に合わせたら検察の利益を守っただけじゃないかと韓国の放置資料を彼は守ったのかということをについて強い疑問があると。その彼が 文政権は法治を踏みにじっったと言ってると、うん、踏みにじる文政権の前半で踏みにじる下手人だった人が <laughs> <laughs> 文政権は法治を守ってないといくら言っても彼が大統領になったとしても多分文さんたちを捕まえしかしそのやり方は韓国が自由民主主義法治国家に戻って法と証拠に基づいて捜査が行われるんじゃなくて。 報復、えー、で前大統領だった人が捕まることで、えー、国民が喝采するというポピュリズムの報復政治が繰り返されるだけではないかとこれは正常化韓国の成長化とは言えないんじゃないかというふうに私は思っています。で ユンさんのこの演説のあの、ええ、記者の質問を受けてですね、はい、日本の確か NHK の記者だったと思いましたけれども、ええ、日韓関係はどうしますか、うん、ということについていや文政権の対日外交は失敗だと、うん、もっとバランスを取らなくちゃいけないと、うん、おいう話を彼はしたので親日的ではないかと言われましたけどもそれに対してチョグクさんがお前はそれじゃあ、えー、先住労働者の問題や慰安婦問題について 日本の態度を支持あるいは半導体の素材に関する日本の輸出規制強化を支持するのかということを言ってますよね。えー、で、えー、これも実はあの私あの確か7月号でウィルイに書きましたけど、はい、私の本この、えー「よくわかる違反問題」の韓国版が出たんですね。はい この韓国版をなぜ出したののかとといいうここについて、えー、この本を出したのはメディアウォッチという、まあ、保守系の小さな出版社ですけども、ね、その代表があこう書いていたということを紹介しましたけれども、はい、まあユンさんになるか誰になるかはわからないけれども政権交代は起きるだろうと、うん、いわゆる保守政権ができるだろうと、はい、そうした場合に各界各層に布陣している北朝鮮と近い そして反日をやってきた左翼が激しい反日運動をやるんじゃないかと保守政権になったらもう今のユンさんが言ったようにですね文政権があまりにもひどい日韓関係を悪くしたからそれを正常化にしようとするだろうとその時にお前は慰安婦についてどこ考えてんだと戦前の日本の統治が不当だったという立場に立たないのかと裏切り者お前は親日派だと。 と言って反,反政府のロ大ろうそくデモを左派が起こす可能性があると、うん、その時に保守政権がその左派の反日、えー、暴動を鎮圧できるとすれば歴史の真実を武器にするしかないと、はい、だから歴史の真実について日本の保守派がこれまで言ってきたことを学ぶ必要があるんだと。で私の本を翻訳したと。ねうん いうふうに言ってるんですね。うん、しかしユンさんはここの歴史の真実のには立ってないわけです。えー、そもそも自分がやったこと自体を法治に反することをやったという反省がないわけですから、うん、あ彼はあの出馬宣言の演説でですね、十、えー、のうち九考えが違っても文政権をはに反対だという一が一致できればみんな団結しようと言いました。うん、だからあの選挙には勝てるかもしれないと。えー でもその後旧、ね、考えが違ったらその政権が長く持つのかと、うんうん、国会はあ、圧倒的多数、えー、があつまり支持者今の与党が占めてるわけです、えー、ユン政権になったら野党が多数の国会になると、うん、法案は何も問らないと、うん、いう中で日韓関係をよくしようとしたら大 反日デモが起きるだろうということが予想されるそういう点でも、うんえー、ユン政権ができたから日韓関係が良くなるあるいは韓国が正常化するとは私は思えないとやっぱり、えー、パックネ弾劾についてもそうですし日韓関係についてもそうですけども事実に基づいて、ねえー、自分たちが言ったり、えー、行ったりしていくことについても 間間違いがあったら間違いいががああっったたらとと認めるとそして我々の敵は共産主義全体主義勢力だと中国共産党と北朝鮮の接種独裁政権だと、うん、そ,そこと戦うためには日米韓自由主義陣営が団結する必要があるという立場に立つ、うんえー、韓国の伝統的な保守が復活してくることを望みますけれども。 えー、まだそういういい人たちはいるんですねこの本を翻訳する、うん、したことが証拠ですから絶望はしませんが<え>あーユンさんたち主流の今言われてる保守の人たちはそこまで考えが及んでいないということで文政権に反対だから日本の味方だというような。あー 一部日本のマスコミにある期待は私は賛成できないうん、うん。ないそうですね。単に反ムンジェインじゃなくて、こういう広い視点で、うん、ちょっと大統領選を見ていきたいと思います。うんうん、ええー、よくわかりました。ありがとうございました。